ですね。旅行でしたね。ライブの前の日泳ぎまして、海でね、なんか飛び込んでましたよね海にね。その次の日ぐらいに、はい、茶道で泳いでましたもんね。泳いでましたねね、怖くないですよ嘘でしょってくらい理解しがたい。君はさえ花火の眩しさに送りていた。友達が傘忘れたらすぐにあなたも忘れた。フリーこんなことあるかね。いいでしょ。セーフですか。セーフです恋人されるの、されて傷つくのが怖いから、私のことなんだと友達だと思ってる。私のことなんだと思ってるこの配信よく見てる。お母さん抱きしめろ